天使が舞い降りたプレシャスフレンズ、劇場公開直前だよ。ドキドキワクワクプレシャススペシャル。はい、皆さんこんばんは、私に天使が舞い降りた白崎花役の差し出マリアです。星野ひなた役長江梨香です。姫坂の役木戸あかりです。種村小百合役大和田ひとみです。この森かのん役の大空直美です。この番組は10月14日に公開となる新作アニメ、私に天使が舞い降りたプレシャスフレンズについて、私たちワタテン5のメンバーがその魅力をお伝えしていく特別番組です。お願いします。では早速ここで、先日公開になった作品の最新予告を皆さんにご覧いただこうと思います。はい、それではどうぞ。よし、花のおばあちゃん家にみんなで行くぞ。なにゃね。ひなたちゃんと急接近しちゃうぞ。カモン、ついに来たわね。かわいい。みんなすごく似合ってる。おねえ、みやこ楽しそう。そうね、私もみやこと一緒だと楽しいわ。はい、ということで、ワタテンプレフレの最新予告をご覧いただきましたが、皆さんいかがでしたか。いかがでしたか。かわいい、かわいい。それでは改めて今回の作品のイントロダクションをご紹介しましょう。超絶かわいいあの子と仲良くなりたい系スケッチコメディが劇場で再び開幕。いつも仲良しの花、日向、ノア、小百合、カノンは今日もみやこの手作りお菓子を囲んでお家で仲良くお菓子パーティー。お花の形をしたクッキーは花のつけている髪飾りにそっくり。髪飾りは小さい頃おばあちゃんからもらった花の大事な宝物で、おばあちゃんの話に興味津々になったみんな。そして修学旅行の練習としてみやこを巻き込んでおばあちゃんのお家に遊びに行くことに。みんなで初めてのお出かけが始まります。かわいい、修学旅行の練習ってワードがね、かわいすぎる。かわいいよ。聞いてもかわいい。あとは花のおばあちゃんとかね、宝物とかいろんなワードが出てきますけれども、5人だけじゃなく、実はね、ママたちも出てくるんですよね。なので、はい、そこら辺のやり取りも素敵なので、ぜひ注目してください。はい。ここからはですね、私たちが思うワタテンプレフレのプレシャスポイントを3つ発表していきたいと思います。3つだけ ?3 つとりあえずね、とりあえず3つとりあえず3つね、上げていこうと思います。じゃあポイントその1、マリアから。はい、プレシャスポイントその1はこちらです。ほっこり間違いなしのストーリー。間違いない。やっぱね、いろいろ笑えるところもありますし、こううるっときちゃうシーンなんかもあったりして、本当にいろんな魅力詰まっておりますね、このストーリー。ぜひ大事なお友達なんかと一緒に見ていただけたらいいんじゃないかななんて思っております。やっぱりね、多分見終わった後に近くの人を大事にしようっていうなんか思う絆がね、多分友達と一緒にいたら絆が深まると思います。いいこと言うわ。では続きまして、プレシャスポイントその2、じゃん。お、劇場ならではの空気を味わおう。空気、はい、皆さんと一緒に同じ時間を過ごすのも魅力。そして大きい画面、そしていい音響で、はい、お届けできます。癒し効果すごそう。早く見たいですね。早く見たい。はい、では最後は私から、プレシャスポイントその3、
3、じゃじゃん。音楽も可愛いが溢れてる。そうなんです。やっぱりワタテンといえばね、ワタテン5の楽曲ですよ。まあ、今回もね、楽曲がもうふんだんに、もうなんだろう、物語に寄り添ってくれているというか、もうたくさん歌いましたしね。そうですよ。すごいエモい。すごいエモい。すごいエモい音楽をたくさん歌わせていただきましたし、それをね、こうなんだろう、劇場のお話の中でこう楽しめたりだとか、っていうのがやっぱ魅力かなって思います。オープニングとエンディングどっちもね、歌わせていただいて、そうなんですよ。どっちもそれぞれの良さがあって、早く、まあ、それも劇場のね、もういい音響で聴けるということで、ぜひぜひそこでしか聴けないので、ぜひ楽しんでください。はい、素晴らしい。ということで、今日紹介したプレシャスポイントをぜひ覚えておいて、劇場で楽しんでください。私に天使が舞い降りたプレシャスフレンズは10月14日劇場公開となります。お楽しみに。プレシャスクッキングカップケーキデコレーション対決。イエーイ、楽しそう。対決ですよ。ワタテンといえばやっぱり美味しそうなお菓子ですよね。そこで今回は私たち5人でテーマに即したカップケーキデコレーション対決をしていきたいと思います。はい、なんとですね、こちらじゃん、こちらに用意してもらった材料があるんですけれども、この中からそれぞれ使いたいものを選んでカップケーキをデコってもらいたいと思います。なるほど。みんなが挑戦する今回のテーマはワタテンフレフレです。だから5人それぞれワタテンフレフレが詰まったカップケーキを作ってもらってなかなか難しいですね。どれが素晴らしいか対決をするという企画でございます。では早速材料を選んでスタートしましょう。はい、カップケーキデコレーション対決スタートです。マリアから行きますか。どうしよう。カップケーキって何が普通乗ってるのかわかんないや。まあでもフレフレを表現できてればいいってことだ。私カップケーキ使う。みんな使うと思うよ。ね、ホイップクリームも使う。いいね。あとは、あとは、あとは。チョコペン。これは飾り？飾り？もう花ちゃんだから使ってほしいな。おは使ってほしいなっていう希望が出てきちゃった。こんなもんでいいかな。可愛い。可愛いね。可愛いのなんだね。これで猿。猿。いいよ。いい感じだよ。次は長江ちゃんかな。よっしゃ、行きまーす。まずはカップケーキでしょ。でもカップケーキもさ、2個使ってことは1個じゃなくていいんじゃない？何個も使っていいの？そうなの。日向カラー取っとこ。そうだね、大事。レンジだね。なのでキノコを1、2、3、4、5、6、取らせて7。ポップコーンもじゃあ一つまみ。一つまみ。ポップコーン一つまみ。そしてやっぱ、あ、目玉焼きある。目玉焼き。うわ、グミ。グミ。本当だ、可愛い。それ。なんだろう。そしてチョコペン。大事。で、生クリーム取ります。はい、以上です。結構取っちゃった。取ったね。じゃあ、あかりんかな。はい。いってらっしゃい。まあ、お皿はいるよね。そうだね。お皿。お皿が可愛い。お皿ピンク。そういうお皿もあったんだ。で、とりあえず。カップケーキ取って、
あ、これ造花なんだ。なるほど、うん、そうなのね。お花を選んだ。お花を選んだ。お花、やっぱいるよね。映えるよ。映えだよね。あ、リボンもある。リボン、リボンの、え、かわいい。ハートとかリボンとかノアちゃんっぽいね。ね、いいね。とりあえず撮ったか。え、なにこれ。なんかめっちゃかわいい。なにそれ。そう、旗、旗もある。ハッピーじゃん。とりあえずね使うかわかんないけど、ね、旗いいな。ね、旗もらおう後で。2個、あ、2個、あ、ちょっととりあえずね、3個使うかわかんないけどね、とりあえずね。この、なんなんだろう、ね、どうやって使えばいいか分かんない。カップケーキ以外にもう料理をしろしてもいいってことなのかね。別皿も作っていいよっていうことなのか。どういうこと。とりあえずこれで。じゃあ次は私かな。ひとちゃん、はい、行ってきます。いらっしゃい。ひとちゃんはデコレーション上手だよ。そうなんですか。楽しみ。嘘って言わないでください。なんかハードル上げられちゃったね。一体何を撮るのか注目ですね。そうだよ、待ってくださいよ。ひとちゃんはセンスがあるよ。いやいや、私デコレーションとかマジで、うん、あのセンスがないですから。あれあ、でもやっぱでも対決だから頑張りますよ。あ、え、かわいい。ね、かわいいのがたくさんある。あ、かわいい。どうしよう。じゃん、あ、なるほど、なるほど、あ、なるほど。私その紙の使いどころがいまいちわかってないんだけど、ね、みんな自分です。どう使うの。取ってきた。とりあえず取ってきたこと。むずいな。あ、ね、旗はかわいい。旗かわいい。一旦取っとこう。一旦取っとく。うわ。お、あ、ポップじゃん。ポップ。かわいい。どうやって取っていいんだ。ポップじゃん。こうやって取っていいのか。取って大丈夫。じゃあ、じゃあ、よいしょ。よいしょ、うんうん、よいしょ、かわいい。チョコ運ぶのもよいしょだ。よいしょ。え、待って、オレオもあんじゃん。あ、うん、おー、いっぱいあるんですよ。いっぱいある。難しい。黒クッキー。黒クッキー、なんかちっちゃくてかわいい。かわいい。え、めっちゃ難しいな。すごい。これ何、グミ。うさ耳がある。ほんとだ。どうするんだろう。うさ、うさ、うさ耳にグミくっついてる。グミも一緒にどうぞってこと。あ、なるほどね。お腹空いてきた。ね、もう食べたいよ。ね、え、そこにあるお菓子で、そう、パーティーしたいぐらい。あ、これめっちゃ好き。あ、コスプレ。コスプレ好き。出していいのかな。ここに。持ってっちゃっていいんだよ。私のことを気遣ってずっとちょっとずつ持っていこうとしてるね。いいんだよ。これ持ってっていいのかな。私も袋ごと持ってっちゃいました。あ、本当だ。そうだよ、優しい子だよ。はい、おー、とりあえず生クリームとか取りました。いる、大事。生クリーム5個あってよかった。よかった。じゃあ、ラムリさんどうぞ。はい、うん、行ってくるよ。はい。正直5番目だからね、うん、みんなのおかげでもうインスピレーションがめっきめきの、めっきめきのわっきわきなんだから。キャンバスを使う。キャンバス、なんだって。アートだから。カップケーキはアートの。なるほど。そう、おっしゃー。まな板、ただのまな板じゃないんだ。違うよ。なんか釣れるのかと思ってた。これはあれだよ、あのキャンバスだよ。おしゃれ、素晴らしい。ちょっとカノンカラーでね、緑は全部持っていきます。緑、そう、緑を持っていき、ポップクリームいる。チョコペンは欲しい。お絵かきする。とポッキーと、短いのと長いの。そうだよ。何か意味があるのか。なんだろう、気分だよ。これもカラフルなチョコ。
カラフルなチョコも彩りも大切ですから。そう、でもこういうのはね、あ、ちゃちゃちゃセーフ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 、うん、うん、よし、あとはスムーズに決まった。そう、見ててこれ使う。あと私ね、これを使いたい。あら、ちっちゃいカップ、このちっちゃいカップを使いたい。どうやって使うんだろう。ふふふ、わしづかみ。あ、すごい。あ、最後のことをいいことに。もうちゃんと持っていけばいいのに。ちょっと使うわ。ちょっと使うわ。うん、こんなもんかな。何が行われるんだ。はかしといてよ。うん、あれだ。できた。うえー、すごい、早い。見えてるぞ。もう私みんなの見てて見えてた。素晴らしい。できたよ。おー、よっしゃ。デコレーションみんな準備はいいですか。はい、やっていきますよ。デコレーションスタート。イエーイ。どうしたらいいの。チョコペン出てくるかな。切ってある。ほら、ホイップクリーム美味しそう。何の声が。ほら、黒だ。うわ、もうこれだけで美味しそう。ちょうど完成。すごい、美味しそう。これだけで美味しそう。上手。ホイップの自信がなさすぎる。ホイップ私も自信ないんですが。頑張れ。どうやってやるもんなの。頑張れ。お菓子作りなんて全然したことないよ。食べる専門だもんね。そう、食べる専門だから。え、外から巻くもの。外から。1,2,3,4,5 初歩的な。外からね、いけ。どうしようかな。なんかなんかすごい高い。一人だけ座標高いんだけど。何かな。カリン女子力高いじゃん。あれ、2つ目ですか。まあ、すごいすごい。え、2個じゃん。まあ、これ2個だな。まだカップケーキたくさんあったからさ。すごい。あ、これもいい。どうしよう。これごめん、揺らしちゃった。大丈夫だよ。よっしゃー。うわー。しゃー。しゃー。そうだね。ちょっとこれバランスがあれだな。手がすごいことになった。いい感じ。すごい、お花をいけてる。芸術だわ。爆発してきた芸術が。わかる。え、すごい。すごい。私の芸術が爆発してきたよ。すごい。すごいよ。よしよ。集中しちゃう。ね、ね、集中しまくってる。できた。お、早い。私はできたよ。早いぞ。こんなもんかな。お、早く食べたい。できました。できました。やばい。私もできた。みんなデコレーションとか得意なんだね。さては。さては？そんなことないの？得意です。長いちゃん得意そう。得意そう。得意です。料理上手だもんね。ね、料理上手だもんね。あ、料理、うん、盛り付けが一番好きかもしれない。あ、そうなんだ。あ、うん、じゃあ盛り付けして写真撮るのが好き。うん、あ、持ってこいじゃんこの企画。確かに。優勝候補だね。よっしゃー。優勝候補だよ。よし。なんかマリアのやつすごいいいね。ね、すごいよ。いい感じに。芸術って感じ。コンパクトながらも。あ、ね、けるかも。一つの繊細な作業が。ね、庭みたい。できました。枯山水。盆栽。盆栽です。盆栽。やっぱ花がいい味出してる。ね、いい、いい。飾りたいもん、あのベランダとか。ベランダに。外なんだ。いい感じにできたと思います。みんなもうできたんだね。できました。ちょっと、これはやばい。チョコペン全然でき、あ、やば。
ョコペンって意外と難しいですチョコペン全然できないや、めちゃめちゃ柔らかく溶かさないと難しいよね。柔らかすぎてもなんかへにょへにょってなっちゃうし、力加減でね、そう難しいなと思って私はそのせいでチョコまみれですよもう作戦変更、作戦変更プラン B、 プラン B、 プラン B、 ちょっと待って、もうできる、頑張れ頑張れ、もうできるよ、頑張れ頑張れ、もうできるからちょっと待って。マリア料理しないのに、うん、すごいね。お菓子作りは得意？全然デコレーションが上手なの、あ、そうかもしれない、私デコレーションが得意なのかもしれない。仕上げ担当なのかもね。そうそう、基本は食べるから、包丁持てないもんね。包丁持てないから作ってここまでできたものをデコレーションするっていうそれだけならできるかも。なるほどね、意外な特技が発見された。完成したと言っていた大空さんがまだ何かやっている。あれ、なんかつけ足してます。塩加えたくなってしまう。でもできたよ。おー、時間経てばどんどん増やしたくなるの。そうなんだよ、確かに。できたできた、うん、できた、あ、みんなできた、できた、できましたできたできた、シューです。私のはですね、ヒゲロウは天使。おお、ヒゲロウは天使。天使、やっぱりヒゲロウは可愛いなっていうところ、魅力的だなっていうところをお見せしたかったです。もちろんあの他のね、こう5人とかももちろん可愛いな、天使だなって思うんだけど、やっぱりヒゲロウも天使だったっていうところを表現してみました。マリアはプレフレでもね、ヒゲロウをしてるもんね。そうですね、ぜひヒゲロウにも注目していただきたいです。よくこんなちっちゃいクッキーにヒゲロウ描いたちょっと見たい、可愛いでしょ、見たい、近くで見たい、見えなくて、左からだとちょっと可愛い、一回見る時間、めっちゃうまいですよねすごい可愛いんですよ、すごい、すごい左右のやつは羽だったのね。あ、そう、ちょっとあのチョコペンがうまくなかったから、私こうなりました。じゃーん、うわー、うん、はい、5人がいますよ、ちゃんと。おお、タイトルはそのまんま、ワタテンプレフレですみんなでなんか力を合わせて宝の山をゲットだぜっていう、はい、意味が込められておりまして、サイドにタケノコがニョキッと2個あるんですけど、それはミャーネーと松本を意識してみました。なるほどね、こんなんなってます。かわいい、お、すごい、顔ね、かけたね、すごい、顔描くの一番大変だったかわいい、はい、宝の山を召し上がれという感じです。はい、はい、私はこちら、かわいい、タイトルはプレフレでも日向とノアはひっついたり離れたり。オレンジとなんだ、そう、ノアとピンクだ、日向を表現して、嬉しい、まあ、別々のお皿に、うん、なんか意味あるそう、まあ、時にはね、ひっついたり離れたりっていうね、そういう、こう見ててもどかしいなみたいな気持ちがね、さすがあかり、ロマンチック真ん中のお花はどういった、お花はやっぱり、まあ、それぞれ別々だけど、やっぱり2人はニコイチだよっていうことがね、表現したかったんです。ありがとうございます。じゃーん。なんか、カラフル。修学旅行の練習の思い出です。このチョコがちょっと紫がなかったんだけど、みんなのカラーで5人。はいはい。で、まあ、なんかこの旗はまあちょっと小寄りの私についてきてっていう気持ち。で、これは
左のはチョコペンで星を描きたかったんだけど描けなくて路線変更してなんかなんだろう、輝いてる感じ、小よりの燃えたぎる気持ち、炎になった、炎だった、まあ、これでもこれはちょっとイカだ、思いついてやっちゃったんだけど、言わないでおく、言わないで、あ、これは見てもらったらわかると思う、まあ、見てのお楽しみってことね、そう、思い出、あ、この思い出のことを言ってたんじゃないって思ってほしい、わかるかなということで、思い出です、おー、はーい、素晴らしい、タイトルはワタテンプレフレを見たみんなの気持ち、おじゃあみんなに見てもらおう見てこれね、すごい劇場で見てるからポップコーンを、あ、なるほど、なるほど、なるほど、ててみんなこうポップコーン片手に笑顔になるだろうなっていう、すごい笑顔、みんなの気持ち、もう一回見せてください届いた、これコリだわ、すごい、このポップコーンを片手にね、なるほどね、そう、こうやってもニッコニコになるだろうなみんなっていう気持ちを込めてみました、素晴らしい、うん、みんなもこれ見てニコってなってほしいなって思って、うん、届けたい早くさて、ということで、はいはい、みんなの作品が出揃いました、うん、はい、優勝者を発表したいと思います、お願いします、優勝者はドルル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 に対決とか言って、そうだよそうだよ、途中で対決のことなんて忘れてたよ、ただただ楽しかった、うん、そう、うん、お友達と一緒に仲良くカップケーキをデコって何が勝負よ、そうだよ、何が優勝よ、うん、そんなのないわ、おめでとう、やったー、ありがとう、はい、ということでカップケーキデコレーション仲間の集いでした。イエイ。ここでワタテンについてのお知らせです。私に天使が舞い降りたプレシャスフレンズはいよいよ10月14日より全国の劇場で公開となります。はい、現在特典付きムビチケカードが全国の劇場とウェブで好評発売中。そしてマリアが持っております、うん、第1弾はマルチクリアケースで第2弾はクリアファイル、うん、こちら数量限定となりますのでお早めにゲットしてください、はい、そして原作情報です、コミックゆり姫にて好評連載中のムクノキ七つ先生が描く原作コミック私に天使が舞い降りたは1巻から11巻まで発売中、そして最新12巻は10月14日発売です、12巻は通常版と取り下ろしドラマ CD 付きの特装版の2種類で、特装版は新作アニメワタテンプレフレと連動したオリジナルエピソードワクワク準備編を収録しております、映画を見る前でも見た後でもお楽しみいただける内容となっております、ぜひ新作アニメと合わせてお楽しみください、次に音楽情報です、ワタテン5が歌うオープニング主題歌プレシャスフレンズやエンディング主題歌ずっとずっと、そして新たなキャラクターソングが収録されたサウンドコレクションは10月12日に発売決定です、はい、新作アニメの劇版や可愛いキャラクターソングがギュギュッと詰まっているプレシャスな1枚です、お楽しみに、そして
10月30日には横須賀芸術劇場大劇場にてワタテン5のセカンドワンマンライブみんながプレシャスフレンズを開催します。現在チケットの一般発売中です。ぜひワタテン5に会いに来てくださいね。舞台挨拶の開催も決定していますよ、ご覧の日にちで舞台挨拶を開催します。たくさんワタテンプレフレを語っちゃいます。皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。最後にコラボレーション情報です。現在私に天使が舞い降りたプレシャスフレンズ×サンリオキャラクターズプレミアムストアが開催中、全国いろんなところにお邪魔しちゃいます。マジ天使なグッズやお楽しみ抽選会など盛りだくさん、ぜひ遊びに来てください。今回の新作アニメの舞台でもある長トロとワタテンプレフレのスペシャルコラボが決定しました。はい、さらにプレシャスなビジュアルはこちら。おお、綺麗ね。そしてですね、こちらみやことはなちゃんたちが訪れた舞台を巡るマップの配布やスタンプラリー、オリジナルグッズなどもご用意してますよ、みんなでお出かけしましょう。ということでワタテンからのお知らせでした。さてお送りしてきました、私に天使が舞い降りたプレシャスフレンズ、劇場公開直前だよ、ドキドキワクワクプレシャススペシャル、まもなくお別れのお時間となりました。みんなプレフレ楽しみになってくれましたかね。なってくれたでしょうじゃあ最後になりますが一言ずつ、ご挨拶していただこうと思います。じゃあまず大空さんからお願いします。はい、はい、皆さん、今日はご覧いただきありがとうございました。この森かのん役の大空直美です。もうプレフレをようやく皆さんの元にお届けできるって思うとすっごく嬉しいです。あのカップケーキみたいににっこりみんなが癒されて笑顔になってくれることを願いつつ、皆さんにもほっこり癒しと笑顔をお届けしたいなと思っております。楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。はい、種村こより役の大和田瞳です。今日はご覧いただきありがとうございました。本当にね、もう劇場公開直前ということで、ワクワクドキドキが私も止まらないんですけれども、早くあの可愛さがギュギュッと詰まっている新作アニメをですね、皆さんに劇場で体感していただきたいと思いますので、もう絶対後悔させないので、楽しみに待っていてください。また劇場でお会いしましょう。ありがとうございました。はい、姫坂の和役紀藤あかりです。もう本当にいよいよ公開が迫っているということで、ようやくね皆さんに見ていただけるのが私たちもすごく楽しみです。もう一足先にね声の収録で見させていただいた身としては、もう絶対後悔させないし、絶対一回見たらもう一回見たくなる映画になっていますので、ぜひぜひ劇場にね、劇場のいい音響、大きいスクリーンで見られるのは公開中だけですので、何回も何回も見ていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。皆さんご覧いただきありがとうございます。星野ひなた役永江梨花です。劇場アニメはですね、本当にみんな元気さがパワーアップしております。ひなたは元気なのはもちろんなんですけど、もうみんながすごい元気いっぱいで、ご覧になった方は絶対に元気いっぱいになって帰ると思うので、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、というわけでありがとうございます。はい、白崎花役差し出マリアです。今日はねワタテンプレフレのなんかいいところとかも語ってきたんですけど、本当に何だろう、ワタテンらしいちょっと懐かしくもなんか楽しい記憶が思い起こされるような、すごい素敵な作品物語になっていると思いますので、ぜひ劇場で大きなスクリーンでワタテン見ていただきたいなって思いますし、みんな天使ちゃんたちを見て癒されてほしいなと思います。今日はありがとうございました。また劇場でお会いしましょう。改めまして、私に天使が舞い降りたプレシャスフレンズは10月14日に全国ロードショーとなります。ぜひぜひ劇場にお越しください。じゃあ最後はワタテンではおなじみの手の
振り方でお別れしようと思います。いいですか、はい、それでは10月14日は劇場でお会いしましょう。バイバイ。